どうも皆さんこんにちは。こんにちは。今日はタスキングマネージャーのやり方について説明いたします。ありがとうございます。まずインターネットでホットタスキングマネージャーのサイト、まあホットタスキングマネージャーって調べてあげて、ホットタスキングマネージャーってところを開いてあげてください。はい。そうするとこの画面が出るので、この右上にログイン画面があります。ほうほう。ここでまあ自分のアカウントを作成するなりログインするなりして済ませてください。今回は済ませてあります、うん、はい。で終わりましたらこの画面に戻っていただいて、はい、ここのオレンジのマッピング開始、ここ押してあげます。そうするとこの画面に出てきます。なるほど。これはこれがなんかあのミッションみたいな感じですね。うん。全部、うん、ここがもうたくさんあるんですけど、はいはいはい、ここにマッピングの難易度とかあの絞り込むことができて、はいはいはい、まあ、今回は初心者でやってみましょうか。おうおうおう。初心者で今回建物を実践するので、建物をクリックしてあげると、はい、まあ、それに応じたやつがいっぱい出てきます。はいはい。でマッピング済み 98% とかはもうほとんど終わってるので、はいはい、なんか他にいい感じのを見つけてあげてください。はいはい。まあ、今回は 67% でこれにしましょう。はい。そしたらこの画面に、ね、なります、はいはいはい。そしたら下にスクロールしてあげて、ここの地図がこう出てる場所があるので、うん、ちょっとアップしてあげて、まあ、こうなりますね、うん。で、ここの透明な部分っていうか色がついてない部分がありますね、うんうんうん。これがまだマッピングが終わってないよっていうことを表しているので、なるほど。まあ、今回はここをやっていきます、はい。で。ここを押してあげると、ここの左側がマッピングってところになって、うん、マッピングの準備が完了してるんですけど、どこを押してあげるかっていうと、ここですね。マッピング開始、ここを押してあげます。なるほど。そして、エディターを起動、これを押してあげます。うん、そうすると、飛びますので、ちょっと待ってあげてください。そうすると、地図が出てきます。んで、ここのピンクに囲まれたエリアが、今回今選択したエリアですね。うん、で今回は、ここにある建物についてあの入力作業をしていきたいと思うんですけど、うん、でここの赤くなってる部分、ここはもうすでに終わってる部分ですね、はいはいはい、ですので今回はここら辺にまだ残ってる部分をちょっと一緒にやっていきたいなと思います。で、やり方なんですけど、うん、まずエリア、エリアここを押してあげます、はい。そして、建物の四つ角をクリックしてあげてください、はい。で最後の一つをダブルクリックしてあげてください。そうするとこうなります。なるほど。でそしたらコントロールをしながら押してあげるとこの画面になるので、うん、直角化、これを押してあげてください。直角化。そうすると直角ですよってなります。なるほど、ね。でまだこれが何なのかっていうのを設定できてない状態なんですよ。はいはい。それをこっちの左側の画面で建物全般っていうのをクリックしてあげると、これが建物全般のなんか四角い物体ですよってことがわかります。なるほどね。もう一回やりますね。はい。エリアを押して建物を見つけて、ここの角、4つじゃないですね、角は。何かあるか分かんないんですけど、はい、角を押してあげて、コントロールをしながら直角化して建物全般を押してあげる。もし間違えたらどうするんですか？もし間違えたら、例えばこれについて今は建物じゃないのにやっちゃったって場合は、元に戻すって画面あるので、はい、ここをもう押してあげるとその分だけ戻ってくれるので、あ、なるほどね、対応してあげてください。ありがとうございます。で、こまめに保存。押してあげて、保存してあげると左がこうなるので、はい、アップロードしてあげて、こまめに保存してあげてください。はい。ここまで分かんないところありますか？大丈夫です。そしたら、とりあえずこれで今回は終わりだとなったら、はい、オープンストリートマップじゃなくて、タスキングマネージャーの方を開いてあげて、はい、下行くと、ストップマッピングと、うん、マーカーズコンプリートリーマップがあるので、はいはい、今回まだ終わってない場合はこっち上のストップマッピングですね。あ、まだ全部完了しなかったらストップマッピング。そうです、はい、完了した場合はこっちのオレンジの方ですね、はい。で今回まだ終わってないのでストップマッピングをしてあげると、一旦中止になります。でこの作業をどんどんしていくことで、マッピング完了していくので、うん、皆さんも頑張ってやってみてください。ありがとうございます。頑張ってやってみます。以上です。バイバイ。